ショータイム。二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、最近、はい、エニアグラムのタイプで5と8、はい、うん、5と8、はい、うん、でどっちなんだろう、はいはい、とか、うん、あの5だと思ってたけど、うん、8だったとか、うんうんうん、っていうコメントをたくさんいただいておりますと、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あのてめえもね、うん、3だろうか6だろうかとかって、はい、言ってる口なので何とも言えないんですけど、うん、でもなんか3と6って分かりにくいとこじゃないですか、うんうん、っていうやつが何なんですが、はいはい、5と8で迷うかっていうのは、うん、その旗から見てるとなんか迷わないだろうなと思っていて、うん、間違えづらい感じはしますね、しますよね、うん、でただコメントでその、うん、5だと言われるとか、うん、8だと言われる、うんうんうん、どっちなんでしょうできた時に、うん、僕の中では、うん、例えばこういうところに聞きに来てくれた、うん、っていう場合はなんかその自分なんだろう、うん、あれかなこれかな、うん、っていうこの掘っているところなので、うん、5なんだろう、うん、なと思ってたんですね、うんうんうん、でそうしたところ例えばマミさん、うん、初めましてと、うん、5と8で迷ってました、うん、でいろんな方に診断してもらったんですけど、うん、5っていう人もいれば、うん、8っていう人もいると、うんうん、ただまあこの前回我々が挙げた、うん、5と8で迷ってますっていうところのアンサーっていう動画のところに、うん、来てくれた方なので、はいはい、まあその質問者の方とは違って、うん、私は見た目が若干怖く見られると、うんうんうん、で好きとか嫌いとか分けたがる、うん、だけど人前で立つのは苦手な方だと、うんうん、でどっちなんでしょうね、うん、っていうところで、で隊長が返してるんですよね、うん、あの5っぽいなと思って返したら8って返る、はいはい、で、うん、隊長がおっしゃってるのは、うん、8の人は自信があって、うん、気が強くて、うん、物おじしないそんな人のことを、うん、8と呼ぶ、うん、でこの人は他者に傷つけられたり、うん、コントロールされることを恐れ、うん、自分を守りたいという欲求から、うん、耐えざる戦いに身を投じるというタイプですと、うん、で5の場合は、うん、この世の中は生きていけないという恐れを抱いていて、うん、その恐れを克服するために有能であろうとする結果、うん、自分の能力を、うん、まあ、知識を知識を、だから知識がないと生きていけないと思って、はい、で人との関わりよりも自分の能力を高めることに 目が向くので、うん、人の気持ちをあまり考えない、うん、どっちですかっていうところで、うんうん、私8やってで、うん、はい、5ってくるかと思ったら8だって来たので、はい、で、うん、その8だ、うん、と思った理由がコントロールされるのがすごく嫌、うんうんうん、戦うとか苦手だなと思ってたけども、うん、自分が気づいてないだけで攻撃していた、うんうん、っていうことに最近思い当たる節があると、うんうん、で5のように知識をつけないっていうのはありますが、うん、それは自分が戦いにおいて優位に立つため、うん、っていうことが感じられてきた、うんっていうコメントをいただき、うん、まあ、その知識をつけるっていうのは、うん、どのタイプも日々生きることにおいて、うん、で僕がさっき出したのが、はい、のエニアグラムでよく言う根源的恐れとかっていう部分なんですよね、はいはい、だからこの5の人は知識がないともう生きていけないんだっていうことを恐れてる、はい、し8の人はコントロールされることを恐れてるんですよね。だからされる前にコントロールしてやろうって思いが強いみたいな、はい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 、っていう部分で、だからコントロールされたい人間なんてそんなにいないと思うんですよ。そう、僕も別にコントロールはされたくないですよ、うん、そう、だから多くの人はもう人にこう操られたりするのは好きじゃないので、はい、それがでもこう本当に根源的な恐れとしてあるかどうかだとは思うんですよね、まあ、自分はそのコントロールされるのが、うんうん、例えば、うん、そっちの方が楽だとか、うん、いや考えなくていいじゃないですか、はいはい、とかまあなんて言うんだろう、行ってきてめんどくさいから、うんうん、まあいいや、うん、ああそう合わせとこう、うんうん、
要はもう戦うのがめんどくさいじゃないですか、うん、でもその8の人だと、はい、コントロールされたら自分は生きていけないと思ってるんですよね、はいはい、だからこう来た時にはもう戦わなきゃいけないっていう感覚はないなって、うん、だからあの怖く見られる、はい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 、っていう部分はあると思うんで、でなんか、まあ、顔つきとかもあるじゃないですか、表情が5の人だったらこう不愛想だったりすると怒ってるのかな、5はありますよね、うん、はい、っていうのもあるので、はい、見た目とかだけではまあ判断しづらい、そうですね、うん、怒ってないけど怒ってるのっていう顔の人もいるじゃないですか、はい、で、こちら、はい、ソニーエニアグラムリーダー研修という本の知識をお借りしまして、タイプ5とタイプ8、うん、はい、どちらがより私に近いかっていうところで、5は他の人の考えや見解を理解することが大切、うん、理論的な考えは表現しやすいが、うん、感情や気持ちを問われると戸惑う、うんうんうん、そうですね、うん、だから合理的に物事をやっていかないとうまく回らないと思ってるからですよね、はい、人の気持ちとかよりも、で8は、うん、妥協や譲歩はできるだけ避けて、うん、自分が思ったことはすぐにはっきり主張する、うん、人の弱点もすぐに読み取って、うん、ズバリと切り込むっていうのがあって、うん、まあそのタイプ5は人が言ってきたことも、うん、多分ちゃんと聞いて、うん、聞いて、まあなのでこう合理タイプなんで合理的に全部判断しようとする、はいはい、なんでコントロールしようとしてきたら、うん、まあ避けるはあるでしょうね、避けるはあると思うんですけど、その話を聞いて多分判断すると思うんですよね、はい、それが得なのかそうなのかとか、はいはい、それが本当に有効な手段なのかどうかっていうのをちゃんとこう判断するみたいな、はい、で切り返しの速さは多分5も、うん、頭脳センターなので、うん、さっと返すとは思うんですけど、うん、ただまあ引っ込むこともありますからね、はい、この人、はい、頭の中であこれは何だろう、合理的ではないとか、はい、合理的だとかって心の中で思ってるだけ、はい、みたいなことはあったりするので、はい、ただ8は違うと、うん、できるだけ情報とかは避ける、うんうん、だから合ってる間違ってるじゃなかったりする、自分の気持ち、自分の気持ちっていうことですよね、うん、あのタイプ8は外界は自分よりも小さいと思ってる人、うんうん、タイプ5は外界は自分よりも大きいと思ってる人、うんうん、だから取り込みたいんですよね、5の人は、はい、それがこう知識を溜め込むっていう、はい、タイプ8は出したい人、出したい人っていうと、うん、僕はどっちでもないですねやっぱり、うん、っていうところで、はい、なんかこと8も間違い、なんていうんだろう、ね、自己診断の時は、うん、あの混同するんだっていうのは、うんうん、またこの人あのそういうセミナーかなんか、あ、そうですね、いろんなところに行って診断してもらって、はい、そこで分かれてるっていうのもあるじゃないですか、はいはい、5っていう人もいれば8っていう人もいる、はい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 、なのでまあ特に悩むんだろうなっていう、そうですね、で心当たりが多分 どっちにもあるっていうところですよね、まあまあどのタイプも持ってるとは毎回言いますけど、はい、難しいですよね、はい、というところで、はい、なんかこんなタイプでお悩みの方、うんうん、はい、何かあれば一緒に悩みましょうと思ってます、はい、というところで、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。